はい、トシチャンネルのトシです。本日もオリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日はこちらでございます。はい、タイムスリップ第2弾やってまいりました。オリックスからは阿波野投手が来ました。阿波野投手はストレートスクリューが B 球種となっておりまして、このスクリューが、まあ、かなり魅力的な投手となりますね。さらにタイピンチも持っているのでリーグリアタイともに活躍してくれるのではないかと思っておりますので、こちらしっかり取っていきたいと思います。ということで、今回60連まず10連目から見ていきたいと思います。はい、ということで早速ガチャ画面なんですけれども、まあ、個人的にはこの30連目で TS 第2弾が、まあ、確定というところであるんですけれども、ここで阿波野投手が出たとしても60連目までしっかり引いていきたいと思います。当たった分に関してはそうですね、しっかり限界突破に使っていければなと思っておりますので、はい、ということで演出はちょっと渋めですね。はい、さあここで S ランク1枚目が来てくれてもE が来なかったと。まあ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 、あとね確定以外でもしっかり S ランクをね取っていきたいところではあります。はい、 A ランク殿崎選手ありがとうございます。はい、次10連目。はい、あ、いいですね。オリックスの選手、ありがとうございます。はい、じゃあ早速20連引いていきたいと思います。で、今回ですね、TS の第2弾のメンバーなんですけれども、かなり豪華めなメンバーが揃ったのではないかなと思っております。まあ、個人的にはオリックスの選手はしっかり取っていくところではあるんですけれども、まあ今後のことも考えてね、まあオリックス純正、まあ今年の2月ぐらいからオリックスの選手のみに絞ってやってはいるんですけれども、まあ、選手が揃い次第ね徐々に12球団というところも復活していこうかなと思っておりますので、まあ、いい選手っていうのは残していこうかなっていうところで考えております。はい、でさっきね演出がすごく微妙だったんですけれども、はい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 、で A ランクでね青の選手もね途中で来てほしいところであるんですけれども、ここは、途中までずっと B ランクということで、はい、旗投手でありがとうございます。はい、というところで S ランクが1枚も出ないまま30連目にやってまいりました。30連目は TS の S ランクが1人確定なので、そうですね、ここで青野投手当てていきたいですけれども、青野投手が当たらなくても、まあ、強選手が当たればいいかなと思っております。はい、まあ、演出ここまで完璧ですね。はい、結構長押ししていく、いいですね、いいですね。さあここでバット当たるとかなりいい感じだぞ。当たらない、にっこりしていくと。はい、今回ね初のにっこりでございますが、さあ S ランク2枚引きっていうのもね、まあ、60連してるんでね、確定外のところでもある程度 S ランクが出てほしいところであるんですけれども、ここまではかなり渋い。おお、2枚引き、神奈川投手ありがとうございます。いいですね。はい、じゃあ次確定ですね。ここで青の投手出たらラッキー、どうぞ。鳥谷選手ありがとうございます。いいですね。鳥谷選手はちょっと残そうかな、今後の、まあ、リアタイのことも考えて、まあ、残していければなと思っております。はい、ということで40連目引いていきたいと思います。はい、そろそろねこの確定以外のところで、まあさっき30連目では出たんですけれども、もっとね S ランク欲しいですね。といったら演出がかなり激渋と、いやもう全然演出ゼロじゃないですか。はい、あ、山田投手ありがとうございます。山田投手もね S ランク早く来てほしいですね。当たったらね即帰はできるので。はい、平田投手ありがとうございます。はい、10枚目、チョン選手。はい、50連目引いていきたいと思います。あんまりね大きな見せ場が今のところ作れてないのでね、しっかりカニ引きをねしていきたいところでございますが、はい、演出がね今日全体的に渋いですね。個人的にはこのエキサイティングをねほぼほぼ諦めてまで引いてるガチャではあるので、しっかりいい引きをしていきたいところではあるんですけれども、マー君
天野投手、これはでかい、これは嬉しい、これは本当にありがとうございます。いや今回の動画で一番テンション上がりましたね。素晴らしい。はい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 。あエーラー5位伊藤投手、はい10枚目。おー A ランク多いですね。 A ランク何枚いったこれで。 A ランク5枚ですね。これはかなり美味しいガチャとなりました。はいということで最後青野投手しっかり引いていきたいと思います。はーい、うおー演出が素晴らしい。しっかり動画に残していく。まあこれはねもう青野投手確定ということであの演出が出てるんじゃないかなと思います。 OK ここでは天野投手以外で、まあ、何枚引けるかというところを、ね、しっかり見ていきたいと思います。 OK 笑っていく。おお2枚引き中村選手ありがとうございます。 OK エラー上がっていく。糸原選手 A ランクね今回かなり来てますね。ありがとうございます。ということで最後1枚お迎えしたいと思います。と天野投手ありがとうございます。はいということで天野投手無事に引くことができました。天野投手ですね50連目で A ランク1枚確保できたので、まあ、すぐに極みにできるんじゃないかなと思いますのでしっかり育成していきたいと思います。ということで本日の動画は以上でございます。このチャンネルはオリックス人生伝道を目指してオーダー強化を進めております。皆様から応援していただけると嬉しいです。サブチャンネルもやっております。サブチャンネルは Vlog 的な感じで緩く動画を上げていきますのでもし興味ある方はそちらもチャンネル登録してみてください。ということで本日はこの辺でバイバイ。